大地くん、新人ちゃんが気になる？挨拶がたら、ヘルプに行ってみたら？休憩中はここの飲み物自由にいただいてええんやで。ほな君は何がいい？うん、そやな。今頃そんなん考えたところでどうにもならへん。大ちゃん、兄ちゃん、俺まだ不思議な感じから抜けられへん。
兄ちゃん、俺恋してるんやろか。そうやね、いい恋してると思うよ。なんでそう思うん？姉ちゃんがそう言うてたし、俺も同じ風に思うてるよ。女の勘なんやて。正直に言え、パパ学のあの子、兄弟どっちの彼女なんだよ。大地ってより、クーヤ先輩の方がお似合いな感じするよな。アホ、余計なお世話や。もう男子、片付け、ちゃんと手伝ってよ。大ちゃん、はっきり言い、うちで言うてることそのまんまみんなに言えばええ。ほんならはっきり言うからよう聞きや。あの子はな、俺らのお姫様や。彼女とか言うたらあかんで。いや、それって答えになってないんじゃ。鈍感男子たちいい？つまりね、白羽兄弟どっちにとっても特別な女の子ってこと。あの制服、羽学だよね。幅学に彼女でもいるのかな。すごくない？堂々と校門前で待ってるなんて、ちょっと羨ましいな。どっかのクラブの道場破りとか、そういう可能性もあるんじゃね。マジかよ。まあ陸上部は大丈夫だろうけど。ここで何をしている？ああ！君は羽ヶ崎学園の生徒だな。羽ばたき学園に何か用事でも？
あの…俺はただ友達を待ってるだけです。不審者やありません。そうか、結構。ただこれ以上相手が遅くなるようなら君も諦めて帰りなさい。もし会えたらええなぁ思ってここで待っててみて。